ディフェンス。自分のストロングポイントは明確だ。自分を高めるため、自分のスタイルを生かすため、今僕は千葉にいる。今度の相手は琉球。波里、橋本龍馬、優秀なポイントガードが多いチームだ。でも強い相手ほどこっちは燃え上がる。琉球、止めてやる。ジェッツーチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。今日は何の撮影でしたか？今日は琉球戦の告知の映像を撮影してました。どうでしたか今日の撮影で？初めてのことが多かったので、少し緊張しましたけど、皆さんのサポートのおかげでうまくできたと思います。母さん、はい、見てな、見てよ、変じゃない？ステップを踏んで僕そうです。よーい、はい、よーい、はい、一番ちょっと難しかったのはやっぱナレーション、はい、はい、ナレーションですね。やっぱ役者の方はすごいなと思いました。長いっすね。長いですよ。一回やってみましょうか。一回やってみます。はい、自分のストロングポイントは明確だ。自分のストロングポイントは明確だ。自分のストロングポイントは明確だ。自分のスタイルを生かすため、今僕は千葉にいる。僕は自分のスタイルを生かすため、今僕は忘れちゃった。今僕は千葉にいる。こっちは燃え上がる。燃え上がる。琉球、止めてやる。もう一回行きましょう。琉球、止めてやる。はい、OK。今の良かった。最後良かった。いつも応援ありがとうございます。皆さんの応援が本当に自分たちの力になるので、毎試合ここ船橋アリーナに来て、応援してください。僕のディフェンスをぜひ会場に見に来てください。ジェッツーチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。